天気予報です。日本海側は雪や風が強まり、北日本を中心に雪の量が多くなるでしょう。西日本と東日本の太平洋側は晴れ間が出そうです。気温は昨日より低いところが多く、北風が冷たいでしょう。週間予報です。明日も引き続き、日本海側では雪や風が強いでしょう。木曜日までは全国的に寒さが続きますが、金曜日以降は平年を上回る暖かさになりそうです。天気予報でした。